はい、シミンです。お疲れ様です。仕事中とかふとした瞬間にこうモヤモヤしてくるときないですか？なんかね、すごいネガティブなことを考えることがほとんどなんですけど、そんなときどうしていますでしょうか？一つですね、いい方法があります。いろんな方法はねあると思うんですけども、すぐにもし3分とか5分とか取れるんだったらおすすめの方法があります。それは紙に書き出すです。朝起きた時に書くといいよってモーニングページっていう言い方で習ったんですけども、別に朝とは限らず昼でも夜でも、ああなんかイライラしてきたとか、なんか嫌なこと思い出してきたって時にはですね、こうわーっと書くんですよ。もう頭に浮かぶスピードそのままに。だから後から読めなくてもいいです。自分さえ読めればいいので、もう文字とか崩してブワーって書くんですよ。そうするとね、あれが嫌これが嫌とか書いたりするんですよね。でも3分とか5分とか書き出すだけでちょっとね軽くなるんですよ。ちょっと心が軽くなるとまた集中力が戻ってきて、また快適に仕事ができたり過ごせたりしますんで、ぜひお試しください。ではまた。